愛梨、誕生日おめでとう。おめでとう。愛梨、私たちの気持ち受け取って。わあ、大きな花束。もちろん誕生日プレゼントは別にあるよ。シャノが素敵な花束を見つけたから、どうしても愛梨に贈りたいって聞かなくってさ。何を言うんだ、お前たちだって大喜びしていただろう。小ぶりの花がたくさん集まって、大きくて綺麗なグラデーションを作ってる。ほんと愛梨にぴったり。そう、面と向かって言われるとなんだかくすぐったいわね。でもありがとう、みんな。大事に飾るわ。うん、でもこの大きさが入る花瓶あったかしら。しまった、花瓶のことをすっかり忘れていた。確かに花束が立派な分、花瓶もそれなりのサイズじゃなきゃ収まらないわよね。花を小さく分けてから花瓶に刺せばいけると思うけど、せっかく大きな花束なのにもったいないわね。今から買いに行く？私たち3人からのプレゼントってことで。いいね、ドライブがてら普段は行かないところにも行こうよ。花瓶だけじゃなくて雑貨とか、あとアウトドア用品も見ない？ちょうど新しいタープ見たいなと思ってたんだよね。おい、これは愛梨のための買い物なんだぞ。いいのよ、シャノ。みんなで気になるところ全部見て回りましょう。その方がきっと楽しいわ。やったー、さすが愛梨。やれやれ。それじゃあ食事を終えたら出かけよう。当然見るのは花瓶からだぞ。はいはい、分かってるって。楽しみだわ。